北海道戸マエマ郡の一戸マエ郡は、北海道オルモイシン公局の郡。人口1万627人、面積1 2 0 6 7 6キロ平方メートル、人口密度8.81人、平平方メートル。以下の二丁一村を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、軍域は上記二丁一村のまま変更されていない。戸浜江は、 もともと戸摩前と読んだ。江戸時代の戸摩前軍域は、西江戸地に属し、慶長年間頃から、正木藩によって、北海道本島部分は戸摩前場所が開かれ、また、手売れとヤンケシリは、手塩保場所に含まれていた。天明6年には、戸摩前神社が創建されている。陸上交通は、南の馬市家、留萌方面や北の手支を軍及び、 北見国総屋軍方面へは、沿岸部を陸路で通行でき、特に文化年間以降、ルモイ場所などに馬を配置する際は、北見国経由で送られていた。江戸時代後期になると、文化元年には、手売りの五島神社と焼きシの弁天社がそれぞれ創建され、文化四年なんか政策を強力に進めるロシアの脅威に備え、戸間前軍域は天領とされた。また、文政年間に、 稲荷神社が創建。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、庄内藩が戸間前に出張陣屋を築き敬語を行い、同6年以降、6半分領により、庄内藩領となっていた。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、戸間前軍が置かれた。 北海道1.29町村静止工事の戸間英軍の町村、ありがとうございます。